日の出駅は東京都港区海岸2丁目にある東京臨海新交通臨海線の駅である。駅番号は U04。東京湾2号埋め立て地にあり、東京港防潮堤より海側のため高潮警戒時にゲートが閉鎖されると孤立する。当駅が取った日の出の名は東京港の日の出桟橋が付近にあることによる。これと別に東京都内では 日の出町も西部に所在しているが、そちらに鉄道の駅はなく、当地とは無関係である。島式ホーム一面二線の高架駅。竹芝駅よりに対比線を兼ねた上下渡り線が設置されている。試運転や運行障害など非常事業として設置されているもので、普段は使われることは滅多にないが、臨時列車で使用されることもある。 かつて当期に運行されていた臨時の夜景列車では、有明方面から走ってきた列車がこの渡り線を使って夜景見物のために退避線でしばらく停車した後に、豊洲駅方面に折り返し運転をするダイヤが設定されていた。2020年度の1日平均乗降人員は1251人である。開業以来の1日平均乗降乗車人員推移は、 下記の通り、最寄り停留所は、海岸通りにある、日の出桟橋入り口である。以下の路線が乗り入れ、東京都交通局、港区コミュニティバス、G バスが運行されている。JR 東日本、JR バス関東が運行する、無料巡回バス、JR 竹芝水素、シャトルバスが、日の出桟橋内にある、日の出ふ頭停留所に停車する。 日の出桟橋入口日の出不当利用状況。ありがとうございます。